いやー、ものすごく癒される音楽が流れてるなーと思った皆さん、騙されてはいけません。こちらものすごい怖いホラーゲームなんですね。以前ね、お化けなんて出るはずがない、お留守番っていう、まあ、ゲームやったんですけども、まあ、そちらのゲームも100円で、こちらのゲームも100円なんだけど、まあ、100円とは思えないクオリティとね、独自性を持ってて面白かったんですよね。まあ、いろんな、なんて言うんだろう、エンディングを回収していくことがまあ目的みたいな感じのゲームなんですよ。右上にもあるように。で、こちらのゲームがかなり特殊なゲーム、まあホラークイズゲームみたいなゲームでして、まあ、ちょっと概要欄説明をちょっと読みたいと思います。そこは不思議なお部屋。あなたは小さなリタと2人、リタちゃん。一つだけ扉があって、リタは向こうの景色を知っているよと。リタちゃんは扉の向こうに行ったことがあると。ヒントを出すから扉の向こうを当ててみて。リタがクイズ勝負を仕掛けてきた。あら、リタちゃんに付き合ってあげよう。リタのヒントには一度だけ嘘が混じっている。まあよくありますよね、こういうクイズ。それを見破って答えにたどり着こう。でもあなたはクイズ以外の質問もできる。決して怖い質問をしてはいけないよ。だってこの場所は本当に何かが起こりそうだから、ということで、やっていきましょう。おもろそうですよね。まあここにあるよね。リタに質問して、リタが見た景色を当ててね。リタは一回だけ嘘をつくよと。なんでリタ嘘つくのって思いますけどね。扉の向こうは、リタに質問してみよう。第1問ってあるけど何問かあんのかな。あと5回質問できるよ。ここどこなのって感じですけどね。なんか木の中のお部屋というかね、あの木、でっかい木の中に建てられたお部屋感ありますね。じゃあどんな場所なんですかと。なんか今なんか出たな。ちょっと早すぎて見えなかったな。ここ見といた方がいいな。もう一回、どんな場所って聞いていい？緑がいっぱいだったよ。はあ、あ、これは結構有益な情報だな。でも嘘が一個あんだもんね。真ん中見とくよ。どんな場所ってもう一回聞きます。歩きづらかった、大変。歩きづらい。雪景色だったりしたのかな。今んとこ俺の想像できるのは、雪があって、緑。まあ、雪の森の中みたいな。もう嘘をついたっていうのはあんまり必要のない情報な、というか、今は聞くしようがないかな。どんな場所？凍えそうになったよ。あららららら、ら、滑りそう、凍えそう。て歩きにくい、凍えそう。やっぱ雪景色だな。どんな場所？ちょっとジメジメしてた。おー、なるほど。雪原じゃない。絶対雪原でしょこれ。凍えそう、あ、砂漠。凍えそう、歩きにくい。あー、砂漠も当てはまんのか。一番初めちょっと見逃したのが、あんな早く消えると思わんかったからさ。あー、砂漠もありえるな。ジメジメしてた。砂漠はジメジメしてないよね。カラッとしてるよね。ただそれが嘘の可能性もあるね。まあ、雪原にしようか、シンプルに。答えは。砂漠だったの？お、お、あ、また2問目。はいはいはい。今のエンディングに行くってわけじゃないんだね。なんか変わっててすごい楽しいよ。推理好きですからね。ここなんだか不気味だね。これがあれですよね。概要欄っていうか、説明にあった、怖い質問してはいけないよってやつだな。まだ怖い質問せずに、ちょっと楽しんでいいんじゃない？普通にクイズを楽しんでいいんじゃないかな。どんな場所？とっても広かったよ。はい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 。どんな場所？凍えそうになったよ。はい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 。広くて凍えそう。砂漠かな？どんな場所？歩きづらかった。砂漠だね、これ。さっきと同じ質問してんのかな？嘘ついた？嘘は一つついたかな？あ、もうついたんだ。で、次は本当だ。寂しいところだった。凍えそうってのが嘘なのかな？砂漠だよね、これ。答えは。違うの？嘘でしょ？なんか俺、根本的に間違いを犯しているのかしら。ちょっと真面目に取り組もう。真面目に取り組んでいける。そよ風が、あ、やっぱ変わってるな。毎回違うんだな。一問目と同じとは考えない方がいいね。ちょっと一応メモりながらやる？このゲーム、メモりながらやるゲームかどうかわかんないんだけどさ。
どんな場所？可愛い動物がいた。はいはいはい。もうちょっとここ真ん中ぐらいで嘘かどうか聞きたいな。あ、ここのそよ風か動物がどっちかが嘘ってことは確定だな。ってことはこっからは全部本当ってことです。緑ね。はいはいはい。草原感あるな。広い。広いってちょっとなんかあんまり良くない情報だな。南の島はこれ広くないよね、この絵的には。緑で広いが合ってるんですよね。草原、動物がいたよ。まあ、どっちも動物いるな。山ってそよ風って感じではない。ただそよ風は嘘の可能性がある。動物がいて、動物がいるって、ここは違うもんね。広い山かな。そよ風が嘘、そよ風は草原と捉えて、で動物、緑、広いがあってる。山、これは合ってるっしょ。嘘。ちょっとさ、おかしくないか。え、俺が間違ってんのこれ。嘘でしょ。こんなにも当たらない。え、なんか俺間違ってる。どんな場所？あったかいとこ。さっきとやっぱ違うな。あったかい。何が違うんだろう。どんな場所？緑で、嘘を聞きでいいかい。一つ嘘をついたよ。嘘が嘘、何それ。実績のロック今解除しましたって出たんですよ。嘘が嘘っていう実績のロック、まあスチームのなんか。嘘が嘘なの？じゃあ今嘘をついたってのが嘘ってことか。じゃあ本当ってことでいいのかな。どんな場所？そよ風が吹いてたよ。そよ風、なんだそよ風って。かわいい動物、やっぱ動物いるんだな。うん、かわいい動物いる。嘘が嘘だったとしたら嘘ついてないってことだよな、今回4つ。あったかい。山は寒いのかな。緑、そよ風、動物。これはもう草原でいいでしょ。これが違うっつったらもう意味わかんない。やったー、初めて正解した、嬉しい。あー、なんか5回やってあれなのかな、最後エンディングを見れるってことなのかな。単純にこの女の子とクイズゲームをやってるだけだな今な。見てなかった、ごめん、見てなかった。くそ、実況してるとなんかね、そこにトロやって、くそ。どんな場所？乾いたところ。おー、砂漠しかなくね。山とか乾いてんのかな。嘘ついた？嘘なんかついてないよ。お、なるほど。かわいい動物、これ嘘なんじゃない？嘘ついた？あー、はい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 、これ砂漠でしょ。乾いた、乾いた場所ってもう砂漠しかないもんね。うん、これ正解だ。やったー、もうちょっと頑張ってよ、うるせえ。これからどうするの？一人で行くよ、バイバイ。なんだ、5問中2問だったな。リタはもう一度だけこちらを見て、何も言わず扉の向こうへと消えていきました。あのクイズは扉をくぐるためのテストだったのでしょうか。固く閉じられた扉の前であなたは一人取り残されています。いつの日かもう一度扉を開くチャンスが訪れると信じて、それまで孤独に過ごすのでしょう。あの子の微笑みを時折思い出しながら。何も得られなかったエンディングを見たってことかな。一つの光景、エンディング B を見たわけか。はい、じゃあ行きましょうか。ここからちょっと答えの絵もヒントだよ。動物が描かれてるとかね、こうやってヒント教えてくれんだな。じゃあここからはちょっと不気味なことも聞いていきたいですよね。どんな場所？凍えそうになったよ。はい、どんな場所？ちょっとジメジメしてた。じゃあもう嘘ついた？一つ嘘ついたのか、どっちかが。まあ凍えるかジメジメか、まあここはもう緑。なるほど、緑。寂しいところ、寂しい、なんだろう、緑があると寂しい。まあこれ見て、凍えるが嘘かな。ジメジメ、南の島ジメジメだもんね。で緑があって寂しい、山も寂しいのかな。まあジメジメ、凍えるが嘘だったとして、うん、合ってんじゃない。え、違うんだ、山か。なんか2択までいけてないんだな。じゃあここから
怖い話をしていきましょうか。ここなんだか不気味だね。え、やめて。怖いの嫌いなのかな。お化けっていると思う？よくわからない。ここなんだか不気味だね。よくわからない。ここなんだか不気味だね。お嬢ちゃん、怖いこと聞かないで。今なんか見えなかった？ここなんだか不気味だね。不気味だから沼地かな。正解なんかい。正解なんかい。なんで正解やったんや。お、あ、なんかおかしい。今心の中覗かないでって言われたよ。そして花も枯れて、扉の向こうはリタシロ。あと5回しよう。どんな場所？生きてるものが動いてる。え、生きてるものが動いてる。どんな場所？生温かい風。なんか言い方が変わってるな。まあ、とりあえず動物で生きてるっていうか、風。どんな場所？物言わぬ命。何それ？物言わぬ命。命がないってことかな。あれ、教えてくれない。どんな場所？何もない。え、何もないが嘘なのかな。何もないって砂漠とか、え、山とか。山は何もないって言えんのかな。雪原は何もないのかな。難しいな。動物、風、命。動物、風、命。草原。わかんないけどね、これ。あ、正解。正解だよ。よかったね。あ、戻った。で、またちょっと怖いこと聞いてみる？やめて。お化けっていると思う？正解しちゃダメだったのかな。今なんか見えなかった？お化けっていると思う？今なんか見えなかった？雪原。はい、残念。またあのゾーンに戻んのかな。やっぱそうだな。心の中覗かないで。なんか失敗したいけどね。生きてるものが動いてる。声が出ない。置いてかないで。さっきなんで正解しちゃったんだろう。物言わぬ命。コール、動かなくなる。南の島。まあ、6分の1だから失敗でしょ。ダメだ。はい。どうしたの？私たちだけじゃなかった。何？何言ってるんだ、君は。あ、すぐそばに、たくさんの仲間がいたことにあなたは気がつきました。リタも他の仲間と共に、さっさと扉の向こうへ行ってしまいました。仲間がいた？あなたは後を追い、新しい仲間と共にそこをくぐります。ドアの先行けた。うん。確かにそのお友達は人の形をしていたり、そうでなかったりと様々です。でもあなただって首から上がありませんし、今さら気にしませんよね。そんなこと。どういうことだこれ。俺自体はもう人外だったってことだよね。化け物だったってことだよね。で、周りも化け物だらけ。あと追え。ああ。リタも他の仲間も。まあ、お化けの集団だったっていうことなのかな。まあ、いろんなエンディングがあるから、もう一つの光景。ちょっとここ見て、ヒントとか前ありましたよね。エンディング B。低め。これだ。あまり正解できなかった。エンディング C。霊障中低程度。今、ゲットしたの C か。で、霊障が中程度だったんだ。あ、あった。霊障低め。一度でも霊障が上がった。たくさん正解しよう。霊障が上がらないとダメなんだ。でも、たくさん正解しよう。はいはいはい。ずっと低いまま。クイズにすべて正解しよう。先に他の、あ、これ最後か。とにかく嘘を疑ってみよう。低いから中程度。嘘を疑いまくると。最悪。その状態でクイズを間違えると。まあ、とりあえず、霊障を上げたいな。なんかいっぱいある。まあ、とりあえず、まだヒント捉えなくてもいいかな。スタート。怖い質問は霊障を呼び寄せる。ここはなぜか霊が多いみたい。とりあえず、最悪ってのは、まあ、間違えてもいいかな。
ちょっとジメジメしてた。とりあえず嘘を疑いましょう。うん、一つ嘘ついたよ。うん、一つ嘘ついたよ。で、まあ適当に間違えて、はい、オッケー。で、ここから霊障を上げたいので、はい、お化けっていると思う？知らないわ。ここなんだか不気味だね。もう嘘ついた？知らないわで嘘ついたってどういうこと？ねえ、怖いこと聞かないで。今何か見えなかった？はい。で、これ沼地適当にやって、失敗しろよ。よし、オッケー。さあ、これでぐにゃーんになりますよね。ぐにゃーん状態で、ここの中覗かないで。さっき失敗したら、お、なんかいる。これ触れないのかな？触っちゃダメ。え、触れんの？おほほほほほ。なんか様子がおかしくなってきてる。もう嘘ついた？ねえ、嘘ついたの？なんかいる。触れる。触っちゃダメ。おお、設定のとこに目がいる。おお、霊障が。設定のとこ目がいて、もう触れない。もう嘘ついた？おい、触っちゃダメ。もう嘘ついた？おい。まあ、沼地適当に。正解すんなよ。よし、オッケー。ダメだ。さて、もう一回あるはずだよな。うわー、これは、やばいことになったぞ。扉の向こう。う？後ろ？後ろって書いてある。4、5。あ。やめた方がいい。ノックしまくると。うわー！怖っ！ここから出して。ここから出してって今実績のロックを解除しました。え、触れないな。ここ、どこにいるの？あ、女の子。え？いた。どうした君？どんな場所？屍。嘘ついた？幻。うん、IKKOさんみたいなな。屍って、幻！幻。IKKOさん。お友達！ IKKOさんみたいになっちゃったよ、これ。他触れないの？嘘ついた？幻！やばいやばい。やばい。死の大地。なんて書いたのこれ。屍の築城。社畜城。魔界。地下牢。吸血城。墓地。答えは。どうしたの？闇が、霊気があなたを包みます。リタの姿はあっという間に見えなくなりました。次の瞬間にはもう何も見えません。リタ、最後の力を振り絞る。伸ばしたあなたの手を、あの手が振り返してくることはもうありませんでした。握り返してくることはもうありませんでした。あとにはただどこまでも冷たい闇、無限の闇。まあ、とりあえず霊障激高くんかな。エンディング G。 いや、エンディング回収していくの楽しい。 G？ え？ G？ H って書いてあるけどえ？ G って今出なかった？EF G ないし、なんで G なくて H なの？気になんな。このその状態でクイズを間違えると、あ、これこっち側あれですね、実績なんだ。嘘をついたという質問に対してリタが嘘をつく。あー、これね、さっきロック解除したやつ。ドアを何度もタップしよう。リタがいると触れないね。リタいないときたくさん遊ぼう。リタがいない状態でってことだ。たくさん質問しよう。すべてのバナナをタップしよう。これバナナ？これ何これ？なんだ、すべての最後のバナナすぐに現れないよ。何だそれ。お花を何度も触ろう。次どうしようかな。クイズ全部正解したさはあるんだけど、低め。一度でも霊障が上がった。とりあえずクイズ正解を目指すか。おお、しょし、今んとこ3問正解してるよ。ここからですよ。これ全部いきたいな。緑がいっぱい。広い。緑で広いね。いや、正解したい。とりあえず全問正解があるから。で、もう嘘ついたか。嘘ついてるね。緑で広い。こっからほんと。そよ風。風と動物。お、結構絞れるぞ。風と動物。てか動物いんのがここ3つで、風ってのがよくわかんない。そよ風ってのが。そよ風ってね、全部吹いてそう感あるんだよな。で、緑で広いがの中に嘘がある。
緑で広い。これ緑で広くない？ここに嘘があんのか。ひどいが嘘だったとしたら、そよ風が南の島にも着くとしたら、南の島かな。いやーくっそー。あーなるほど、霊障起こそうか。正解多めで霊障起こす。なんだか不気味だね。お化けっていると思う？ここなんだか不気味だね。ねえ、お化けっていると思う？ねえねえねえ、リタちゃん。よし、これオッケー。どんな場所？正解しろ！正解しろ！よし、オッケー！ 4 問で、霊障ちょっと高い。な、白い。白いぞ。今これ運良かったな。6分の1引いたんだよな。なんも言わない。え？すぐそばにたくさんの仲間がいたことにあなたは気がつきました。え？同じだな。え？同じだ！くそー！なんかいけたと思ったのに。いまだ3つかい。じゃあちょっとね、リタの嘘を疑いまくるってやついきましょう。嘘ついた？ねえねえ、リタちゃん嘘ついたんでしょ？一つ嘘ついたよ。嘘ついた？うざいだろうな。全然クイズやらず、嘘を疑いまくってくるっていうね。まあでもこれが一つのエンディングに見れるらしいから。これちょっと運なところもあるから、結構むずいね。このエンディング回収。嘘なんてついてないよ。嘘ついた？そろそろ怒っていくんじゃないの？嘘なんてついてないよ。嘘は一つついたかな。うん、嘘しか聞いてないのに。はい、残念。はい、オッケー。さあ、どんどん嘘を疑いますよ。どんな場所で、嘘ついた？ねえ、嘘ついた、嘘ついた？嘘一つついたかな。あ、なんか薄い。え、え、え、途中で終わった。待って、行っちゃダメ。扉の向こうを見たリタは突然血相を変えてあなたを止めました。わかった、それも嘘だね。あなたはクイズの続きだと思って扉を開きます。その瞬間、とてつもない何かの力があなたの体をわしづかみにしました。え、あなたはリタに向かって思わず手を伸ばします。でもリタの小さな手はほんのわずか届きません。あなたはそのまま扉の奥に引きずり込まれ、リタの怯えた顔を最後に残し、扉はパタンと音を立ててしまいました。途中で終わったなぁ、3問目ぐらいで。それも嘘だねって嘘を疑いまくって、怖っ。もう一つの光景、まあとりあえずエンディング F を久々に回収できました。結構失敗しまくってるんだけど、これ全問正解が結構きついなぁ。よし、 OK。 イエーイ、4問までは全部正解までいけた。ここ正解できるか全てだぞ。正解できなかったらもう同じものになっちゃうからね。どんな場所？可愛い動物がいて、これもうね、運だから、運なところがでかすぎて、動物とジメジメな。これ何回もミスってんだよな。とりあえず全問正解からもう卒業したい。もう嘘ついた？はい、動物とジメジメのどっちかが嘘で、ここから本当です。歩きづらい、凍えそう。これ歩きづらいと凍えそうってあんまり情報的に良くないのな。ここら辺もね、砂漠も歩きづらいとか凍えそうに入るんだ。もしかしたら山も入るかもしんないな。動物とジメジメ、あー、ジメジメが嘘かもな。ジメ、歩きづらくて凍え、あ、でもここも、あ、でも凍えそうはあれか。ここ3つだと想定して、ここ3つだとジメジメが1個もないんだよな。砂漠も雪原も山も乾いてるっていう情報らしいので、ってことは動物が本当ですね。でここ2つ動物いないから、山も凍えるんだなきっと。はい、よし、オッケー。山凍える、本当だ。何かがやってくる。これは？天使来た。よー、この子たちに連れて行かれる。なんで？なんで？全問正解したぞ。神々しい何かが二人を包みます。あなたはリターと身を寄せ合って、ただその導きに身を任せていました。いや、フランダースの犬みたいになってるけど。あ、神様はクイズの正解率を見ているんだな。そう思いながら、そう信じながら、ただ一つ確かなものは、不安そうに握り返してくる小さな手のぬくもりだけでした。
意味がわかんないけどよくわかんないけど、全問正解したことによってリタちゃんと一緒に天に召されましたね。どういうことなんだろう。こんなすごい正解できるのは神様というか、神とか天使にふさわしいっつって神様にあれなのかな、雇われたみたいな、選ばれたみたいなことだったりするのかな。神道じゃーみたいな。霊障、最悪になってから元に戻す。クイズに正解すると霊障は下がるよ。これすごいですね。じゃあもうほんと運ゲーで2個いかなきゃいけないのか。 E はもう関係ないから運ゲーだな。もう霊障下がると分かんないからね。低め、一度にも霊障が上がった。低めっていうのはもう霊障なしの状態だな。一回上がって戻すってことなんで、正解率もたくさんにするという、ちょっと運ゲ、運の要素が高めってやつですね。さあ正解したね。これ4問目と5問目を正解できれば多分エンディング A になると思いますね。1回霊障を上げて、戻して正解率が高いってことだよね。あーどうだ、いけるかな。どんな場所、緑がいっぱい、緑と動物、はいはいはい、これあんま情報良くないパターンだな。で、もう嘘ついた、嘘なんかついてない、動物絶対いるんだな、これ結構絞れる。そよ風、風とあったかい、これがどっちか嘘。動物がいるの確定だから左確定ですね。で緑がある、この2つですね。で風とあったかい、どっちか嘘。このそよ風って南の島も吹くかもしんないんだよな。あったかいが嘘なのかな。草原、よし、オッケー。島もそよ風吹くんだな、この感じ。さあここ絶対正解させたい。どんな場所、凍えそう、寒くて動物、これ本当の方が嬉しいな。よし、寒くて動物ね。ジメジメ、歩きづらい、はい。動物がいるので確定、ここ3つで、寒いの山確定だな。でジメジメが嘘で歩きづらいが本当だ。よし、これで、3問正解で元に戻した。クイズはここでおしまい。これからどうする、一緒に行こう。おお、扉の向こうに行ける、やったー。あなたはリタに手を引かれ扉に近づきます。さっきのクイズの答え、それが本当に扉の向こうの景色なのか、それはリタしか知りません。そのあどけない微笑みを信じてあなたは外扉を開きました。おお、とりあえずエンディング見たー、エンディング A 見たー、嬉しい嬉しい。回収してるだけ、もう全然意味は分かんないけど、とにかくね、回収できてることが嬉しい。ここもいろいろ結構回収できましたね。この全部間違えるとか、はい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 、たくさん質問するとかね。じゃあ最後、まあ E はラストなので、はい、最悪になってから元に戻す。クイズに正解すると霊障は下がるよ。最悪になってから元に戻す、だからもうラストで戻すんだな。6分の1だ。よし、とりあえず最悪になってってから戻す。4回目、こっち向いて、怖いなあ、いない、はあ、こっち来た、もう後がない。どんな場所、血の匂い、はいはい、これちゃんと真面目にやったことあんのかな、これどんな場所、建物、はい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 、ちゃんと真面目なやつある。嘘ついた、嘘ついてないのね、はいはいはい。じゃこっから嘘がある。どんな場所、おいしそう、は、熱い、おいしい、熱い、これおいしそうなのかな。とりあえず血と建物、建物があんのが、墓地も建物じゃないよな。血と建物だったらもう吸血城なんじゃないの。これ正解したら多分戻るんだよな、正常に。熱いが嘘で、おいしいが吸血城、これ合ってるでしょ、答えは。あ、あ、
え、外した？外したの今の。血と建物は他にもあったってこと？血と建物どういうことだね。さあ来たぞ。もう後がないからな。弱い命、なんだそれ。弱い命って何？弱い命、どんな場所？屍。なんだこれ、嘘はある？幻、なんだそれ、何それ。おい見えねえよお前、邪魔だお前、ふざけんな。建物、こんな当たりようないって。嘘かどうかも分かんなかったもんな。ないって言ってたのも別に嘘じゃないってことなのかな。どうなんだろう、幻って何？嘘ついてんの？建物が本当と信じよう、幻が嘘。建物、地下牢、弱い命。地下牢って弱そうじゃない？これ答えは、あー、ん？シンディ？あれ？なんか変わった。いつものようにここ来たんだけど。なんだシンディって。誰？猫！あ？なんかいつもと演出が違うけど、続けていいかい？シンディっていうのがなんかあったけど、どんな場所？おいしそう。これもう、6分の1なのかな？単純に。もう、あ、建物って書いてある。ギリ見えた。ない。ない。嘘をついてないってことね、これ。美味しそうで建物ね。あ？屍。はいはい。広がる。意味わかんない。美味しそうな建物。吸血場。これでも違ったんだよな。屍。美味しそう建物、美味しそうで当てはまんのもここの2つだよな。どう見たってここも建物なのかもしれんよな、城って。でも建物とも鍵なんか洞窟。じゃあこれじゃない？これが合ってるってこと。でもこれでなんか間違えなかった？もう何？今度こそ当てたい。建物、嘘ついた？嘘ついた。建物本当なのね。これ大事情報。どんな場所？寂しい。屍。寂しい屍。暗い。寂しい屍。暗い。もうここの中に嘘はある。はず。建物。これは違うな。屍。暗い。いや、これでしょ、普通に考えたら。建物じゃないもんな、墓地なんて。いや、普通に考えたらこれよ。建物で、寂しい屍暗い。もう全部合ってるもん、これ。もうこれはさすがに。やったー！よし！ここで、ほんとクソ外ししまくって60分ぐらい。あ、ここからも戻さなきゃいけないのか。まだ戻さなきゃいけないのか。そっか、平常に戻さなきゃいけないのか。うわ、きつ。熱い。凍る。暑くて凍るっておかしいもんね。じゃあここが嘘だ。でこっからが本物情報なので 3つ聞ける。寂しいだな。はい。置いてかないで。なんだそれ。これ答えてくれなかったってことだな、多分。何もない。何もない。暑いか寒いかどっちかわかんないな。で、寂しくて何もない場所。うわ、これきついな。寂しくて何もない場所。寂しくて何もない場所。寂しいから動物いないんだよな。で、ここ排除ですよね。で、ここなんですけど、何もないってのはおかしいから、沼地はおかしい。砂漠なのかな？何もないわけじゃないのかな、雪原って。
でも暑いと凍るって砂漠ってさ、どっちも当てはまってそうなんだよね。でこれ暑いと凍るがに間違いがあるとしたら雪原なのかな。置いてかないで何もない、置いてかないではもうダメだな、寂しい何もない、雪原。よっしゃー、オッケー、元に戻った。あー、え、6問目、え、6問目なんてないでしょいつも。あれどうしたんだこれ、なんか音楽も違う、どんな場所。いつも帰りを待ってたよ。え、なんかハートフルなエンディング。私の一番好きな場所、たくさんの思い出これからも。あら、なんか素敵。シンディもきっと待ってる、猫だシンディ。私が大人になるのを見守って。おうち、わー素敵、もうハッピーエンドみたい。あんな絶望からの、絶望の淵から戻ってこれたんだもんな。この扉の向こうはお家ってことか。わー、一番難しいエンディングだったけど一番素敵なエンディングだ。リタとあなたはせーので扉を開きました。その瞬間、二人は温かい光に包まれます。その扉の向こうにあったのは見慣れた我が家ではありませんでした。知らない天井、知らない人の声、知らない機械の音。え？我が家じゃないの？あなたは全て思い出し、その機械音に安心しました。だってそれは隣に眠る小さな命が今もまだ息づいていることを教えてくれる音だから。は？え？知らない機械の音、その機械音、女の子からする機械音なんだよな。隣に眠る小さな命が今もまだ息づいていることを教えてくれる音だから。どういうこと？俺じゃなくて女の子が機械の音がする、で寝てる。え、息づいてる。これってあれなのかな、機械音ってこうなんかこう人工呼吸器の音とか、あのこう心拍数の音とか、ポンポンポンみたいな音、ピッピッピッみたいな、で眠ってるって、もう一緒にせーので開けたはずなのに、ピッピッピッっていう音が、まあ、一応生きている。女の子はでもいる。え、お家に帰ろう帰りたいけどちょっと意味わかんないですね。いやー、全部回収できた。まあ、まだ1個見てないんですけども、1時間30分かかっております。運がね、なかなかダメでして。A、B、C、D。これ、大変だった。最悪になってから元に戻した。これめっちゃ難しかったな。リタを一度も疑わず全問正解しよう。これは見てないな。素早く全問正解しよう。めちゃくちゃ難しいな。めちゃくちゃ難しいな。はいはい、でも全部なんか、大体ある程度見ました。先に他の結末を見よう。じゃあ今から見れるってことかな。スタート。うん、バナナある。うん、バナナ剥けた。リタの好物どういうこと。あと、バナナ食べちゃった。え、これが関係ある。はい、とっても広かったよ。正解したらいいのかな。広い動物。もう嘘ついた？嘘ついてない。緑がいっぱい、あったかい。緑がいっぱいであったかい。広いで動物ってもうこっちなのよな。緑がいっぱいであったかい。まあ草原が正解かな。はい、だいたいわかるなってきたな、ある程度は。バナナ、なんか音なくなったんだけど、バナナ、え、バナナ、え、バナナ、え、どうした、バナ、私のバナナってこと俺バナナ食べちゃったから怒ってんの。そこにあったバナナ私のなのに。バナナ、めっちゃ怒ってる。やっべ、勝手にね、勝手におかんのプリンとか食べた時の怖いやつ。バナナ、あ、買ってきます。もう今の俺だったら買ってくる。もうとりあえず買ってくる。バナナ、バナナ、意味わかんない。答えはバナナ。よくわからない。なんだこれ、なんだこれ。答えバナナじゃないの。え、扉の向こうは
この世で最も素晴らしい幸福に満ちていました。バナナの国だね、バナナあった。それはバナナという名の幸福。リタとあなたは駆け出し、美味しいバナナに手当たり次第かぶりつきました。そうか、ここはきっと天国に違いない。満腹になった二人が木陰で休んでいると、大きな足音が地面を揺らし、リタは飛び上がりました。逃げて！あなたは思い知ることになります。ここでは人間は狩られるもの、バナナこそが狩る側の存在の人。マジで何言ってか分かんねえ。いやー、バナナ！バナナエンディング。いや、おまけにしてもマジで意味わかんないエンディングだったな。すべてのバナナをタップしよう。はい、ということで、なんとかすべてのエンディングを回収しました。マジで意味わかんないゲームでしたけど、面白かった。なんかゲームシステムいいね。あ、雪原は乾いてるんだとか、あ、ジメジメしてないんだとか、山は乾いてるんだとか、こうどんどんやっていって、あ、気づきがあるっていうのがすごい面白いですね。まあ本当にクイズゲーム、パズルゲームみたいな感じでしたけども、まあ、意味は分かんないエンディングが多かったですけどね。はい、皆さんは何か分かりましたでしょうか。このエンディングは歩みなんだよとか分かった方はいたかな。いやでもこれ100円だけど、何も怖くないお留守番とね、幽霊なんか出ないお留守番と同じで、なんかゲーム性がちょっともう見たことのないゲーム性ですごく面白いでした。はい、何かを回収するっていうものがすごく好きな俺には向いてましたね。ただ運がすごくなく悪くてね、なかなか正解は引けなかったりして、やきもきしたんですけども、皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。本日のゲーム実況1時間40分でなんとかクリアしました。旅ゲームでした。バナナ、バナナ。